それでは続きからやっていきましょう。確かコアッパを倒した後からスタートだったな。ちなみにボブの新しい名前ですが、次ボブが現れた時発表いたします。おお、ようやく到達。星のかけら？かけらっていうぐらいだし、他にもたくさんあるのかもしれないな。もしかしたらドラクエの小さなメダル、妖怪ウォッチでいうダンシングスターみたいに交換してくれるのかも。RPG の王道だな。よーし、それではガンガン進んでいきます。と思ったら着いちゃった。着いたんだしいいじゃないか。もっとホコリカスをボコボコにしたかったです。おいクソジジイ、さっさと開けろ。もはやただの悪口。おっと、帽子をつけたホコリカス、リボンをつけたホコリカスのお出迎え。おいリボンつけたホコリカス、ジジイの心配なんていいから私の心配をしなさい。全国のクリボーファンの方、重ね重ね申し訳ありません。クリボーファン、そんな人この地球上に存在しません。え、なんだなんだおじいさん、いいものくれるの？いやー、おじいさん大好き。切り替え早すぎだな。え、お前のなの？でももう私が拾ったし、私のです。残念でしたー。おい霊夢。好感度上げるチャンスだぞ。さあクリコちゃん、この人形だね。もちろんクリコちゃんに返すよ。こうもあざといまんじゅうだったのか。次なくしたらウエスタンラリアットしながらパイルドライバーしてやるからな。あ、好感度が下がったぞ。もういい、ホコリカスファンの方の好感度は諦めます。何すんじゃこのクソ。私に触れていいのは安倍さんだけじゃー。うぷ主のホモ疑惑が加速していく。いや、なんで私が疑惑受けなきゃいけないんですか。黙れホモ。だから私はストレートだー。よし、ホモは消えたし、実況続けていくぞ。へえ、そんなに硬いんだー。じゃあダンプカーが通る直前に投げ入れるから、その石頭で頑張ってね。おそらくお前が殺人容疑で逮捕されるんだぜ。あ、そう言ってる間にクリジーが来たんだぜ。ジジイの歩き方何度見ても気持ち悪いね。お前さっきから悪口しか言ってないぞ。おお、おじいさんありがとう。何これ強そう。ガツンジャンプってことはジャンプの威力が上がるとかか？みたいだね。ならもう普通のジャンプコマンドいらないじゃん。いや、もしかしたらジャンプコマンドの攻撃力が上がるのかもしれないんだぜ。ねえマリサ、さっきからこのジジイが言ってるバッチってなんだろ。今から説明してくれるみたいなんだぜ。ではバッチの付け方を説明するぞい。まず右にあるバッチと書かれてあるところをクリックするんだぞい。なんかこいつの語尾がうぜえ。そこでこのガツンジャンプを選択するんだぞーおい。うん、うざいね。だな、無視するか。そしてバッチポイントというものがあって、バッチを外すとバッチポイントも元に戻るんだぞい。ちなみにガツンジャンプの技を使うにはフラワーポイントがいるんだぞい。帰ってくる途中にこんなブロックがあったのを覚えてるかぞい。あれを叩くと体力、FP も回復するんだぞいぞい。あ、そうそうマリオさん、ばあさんから聞きましたが、ピーチを助けるために旅をされてるらしいですな。ゾイ、そろそろ突っ込んでいただけませんか？もしもーし。あ、これ無視してるやつだ。よーし、こうなったら私も無言になればプレイ動画になるはず。黙っちゃおうっと。霊夢、かっこいい言われてるぞ。さすが天才。普通に喋ったからの私が喋り出すと無言。ぐすん。ふう、ようやくドーホル消えたか。ほんとにしつこかったね。おい霊夢、クリオってやつが仲間になるみたいだぞ。お断りします。帰ってください。イエーイ、マリオさん、これからよろしくねー。悪夢だ。まあこのチャンネルでクリボーが味方ってことなかったし、新鮮でいいんじゃないか。そうそうその通りです。頑張りましょう。まあいいや、こいつには私の肉壁になっていただきます。え、マジですか？ちなみに私の技はクリオ頭突きと、敵の特徴や HP がわかる物知りという技です。どんどん使ってみてください。本当はそんなターンが無駄になる技使いたくないけど、実況的には使わないとダメだよね。まあそうだな、初めて戦う相手には使っていきたいところなんだぜ。じゃあ社長連れて行きましょうか。クリオです。よし、それでは塞がってるブロックを壊して先に進みましょう。さっきカットの間に少し休憩入れたんだぜ。いやー、エビチリ美味しかったです。ご飯のメニューまで言わなくていい。あ、そうそう、コメントでステータスとか見せてほしいと言われたので、ステータス画面開いて見てみたいと思います。まずバッチはさっきもらったガツンジャンプ。そういえばつけてなかった。危ない危ない。じゃあこれをつけてっと。あとは持ち物と仲間とかか。持ち物はフラワーと星のかけらの2つしか持ってなかったと思います。そしてクリオの技はクリオ頭突きと物知りか。あとは星の生徒地図だけど、そこは特に何もなかったです。それでは今度こそ先進んでいきましょう。あ、こいつ私のパパなんだ。パパ、行ってきます。頑張ってキャラ作りしてんじゃねえか。そして息をするようにハンマーを振り回していくマリオ。これは絶対みんなやることでしょ。多分視聴者3000人やってたと思います。全員ではないと思うが。ん？何これ？看板にクリボーがいるんだぜ。なるほど、注意書きだね。え？うわぁ。くたばれー。びっくりしたー。あんな登場の仕方もあるんだな。ねえねえマリオ。
バトルでは Z トリガーでマリオとオイラの順番を変えれるんだ。つまりオイラが先に攻撃することもできるってわけだね。なるほどなるほど。じゃあここでクリオに交代して物知り使いましょう。クリボーだよ。いわゆる雑魚中の雑魚、キングオブ雑魚って感じだね。まあオイラもなんだけど、最大 HP は2、攻撃力は1、防御は0です。結構フル株で、初期のマリオからいるキャラだね。なるほど、こういう感じに説明してくれるってことか。ぶっちゃけいらない、まあそう言ってやるな。クリオは今後かなり強くなるらしいし、頑張ってもらおうぜ。え、強くなるの？みたいだぞ。他の方の実況知識だが、こんな奴が強くなるはずありません。出せ情報でしょう。ほんとなんだよなぁ。うわ、なんかうじゃうじゃほこりが来た。はい、さようなら。結構戦闘時間かかるし、カット入れないと下りそうなんだぜ。なので一回戦ったことがある敵はカットを多めにしていきます。こんな感じで。しかしクリボー相手でも1しか食らわせれないせいで結構時間かかってしまうんだよな。せめて2ダメージ与えられれば楽なんだけど。お、ここはお宝の予感。そして安定のスカジャンプ。だってブロックに当てにくいんだもん。仕方ないじゃん。おっと、今度は羽クリボーか。羽クリボーも物知りで見ておいた方がいいよね。もしかしたら変わらないかもしれないが、一応やってみるんだぜ。あ、間違えてジャンプしちゃった。まあ次物知り使えば問題ないだろ。了解了解、では行きます。バタクリボーだよ。要するに羽が生えたクリボーだ。最大 HP は2で、攻撃力は1、防御は0だ。空中にいる間はハンマーが使えないからジャンプして落としていこう。こいつ読むの間に合わねえから適当に言いやがったな。まあなんとなく説明伝わったし、よしとします。それにしても雑魚キャラと少ししか戦ってないのに、もう体力やばいのか。もしかしたら結構このゲーム鬼畜なのかな。序盤は厳しいとかだったらいいんだが、このままだと死ぬんだぜ。ハートブロックとか出ないかなー。おっと危ない危ない。では冷静に、ハンマー。こいつの情報も見ておきたいな。こいつの名前を当ててみせます。こいつの名前は、ボブです。トゲクリボーだ。お前はなんでそう固くなにボブなんだ。え、私ボブじゃないよ。失礼な。そういう意味じゃねえ。それではクリオ、頼んだぞ。トゲクリボーだよ。トゲのあるクリボーだ。最大 HP は2、攻撃は2、防御は0だ。え、ちょ、早い。と、トゲを踏むとダメージを受けるから、ジャンプはしない方がいいよ。安定の雑解説。まああのスピードは同情するがな。撮影中だとついボタン連打しちゃうんだろうね。地声実況ならゆっくり読むんだろうけど。なんだこの赤いブロックは。何これ。ピンチでラッキーバッチ、バッチゲットだな。ピンチの状態になると回避率が上がる的なやつだね。これはぜひ装備したいと思います。バッチポイント足りるか。うん、大丈夫そう。ではピンチでラッキーバッチ、装着。おお、これはようやく回復アイテムゲットか。今体力やばいし、ぜひ使っておきたいところだね。もったいないとか言ってられないもんな。さすがマリさんくん、その通り、使えるものはガンガン使っていきますよ。まあこれでもしすぐ近くにハートブロックがあったらドンマイだな。あれ、使えないんだけど。ボタンが違ってました。 Wii U でやってるからか、ボタン操作ミス多いな。うん、この大きくてたくましいキノコ。おいしい。私は突っ込まないぞ。誰も突っ込んでほしいなんて言ってません。あ、そういえばガツンジャンプ試してなかったね。この羽ホコリカスに試してみようか。FP 消費は2か、結構消費するんだな。さあどれぐらい。おお、3も食らうんだ。これは FP も大事になってきそうだな。早くレベルアップしてほしいものなんだぜ。レベルアップしたら HP、FP 両方上がるのかな。マリオ RPG のイメージがあって、どれかしか上げれないとかだとかなり悩むことになりそうだけど、全部上がってくれることを祈ろうぜ。あ、ハートブロックあったやないけー。そう、痛い痛い。もういい、取っちゃいます。これはもったいなかったな。まあキノコの使い方を知れたとプラスに捉えていきましょう。誰だ。あー、赤いホコリとは青いホコリかすー。ふざけてる場合か。通してくれないの。わかりました、違う道探します。いや、戦えよ。はぁ、めんどくさい。このテクトの圧倒的な温度差である。さっきクリキントンがなんたらって言ってたし、こいつらは中ボスかな。クリキングだ。クリブルーだよ。クリレッドの弟分みたいだ。 HP は6、攻撃は1、防御は0だ。なんか顔色が悪いみたいだけど、大丈夫かな。おい霊夢、次回からは飛ばすなよ。はい、気をつけたいと思います。ではクリブルーにガツンジャーンプ。あと1回使えるし、次もクリブルーに使っていくか。うわ、弱。攻撃力は1だし、全然余裕そうだな。さすが中ボスって感じなんだぜ。ではクリレッドの情報も見ていきます。クリレッドだよ。クリ兄弟の兄貴分らしいよ。 HP は7で、攻撃は1、防御は0だ。クリキングの命令でマリオを当然ボしてるんだってさ。
まあ簡単に言うと、HP が増えたキングオブザコだよね。まあ間違ってはいないかもな。よし、これでクリブルーは撃破。あとはクリレットをボコボコにするだけです。おっと、もしかして攻撃力上がるんじゃないか？よし、ボコボコにします。それではクリレットくん、さよならよん。敵の攻撃力が低かったおかげで余裕だったな。おお、経験値20は美味しいです。それでは時間もいい感じなので、今回はこの辺りで終わります。それではご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。